トルライズは2017年のアメリカ合衆国のミステリードラマテレビシリーズ。企画、制作葬式、脚本はデビッド・イー・ケリー。出演はリース・ウィザースプーン、ニコール・キットマン、シャイリー・ウッドリー、アレクサンダー・スカルスガルド、アダム・スコット、ゾーイ・クラビッツ、ジェームズ・タッパー、ジェフリー・ノード・リング、ローラ・ダーン、メディル・ストリープラ。本シリーズは絶賛、OK 多数の賞を受賞した。第69回エミー賞で16部門でノミネートを受け作品賞を含む計8つの賞を受賞した。第75回ゴールデングローブ賞では6つの賞にノミネートされ計4つの賞を受賞した。第24回全米映画俳優組合賞では4つの賞にノミネートされ計2つの賞を受賞した。ニコール・キットマンとアレクサンダー・スカルスガルドは エミー賞、ゴールデングローブ賞、全米映画俳優組合賞の3賞すべてで、女優賞と男優賞を受賞した。HBO は当初、1シーズン限りのミニシリーズとして計画していたが、シーズン2の制作を決定した。シーズン2の制作は2018年3月に始まり、2019年6月に放送が開始した。全7回、脚本はケリーが続投し、 監督はジャン・マルク・バレからアンドレ・アーノルドに交代した。本シリーズは絶賛を受け、多数の賞を受賞した。第69回エミー賞で16部門でノミネートを受け、作品賞を含む計8つの賞を受賞した。第75回ゴールデングローブ賞では6つの賞にノミネートされ計4つの賞を受賞した。第24回全米映画俳優組合賞では4つの 賞にノミネートされ、計2つの賞を受賞した。DV 被害者と加害者の夫婦を演じた、ニコール・キットマンとアレクサンダー・スカルスガルドの演技が特に評価され、エミー賞、ゴールデングローブ賞、全米映画俳優組合賞の3賞すべてで、女優賞と男優賞を受賞した。ありがとうございます。